静寂のオペラの始まりだね。聞こえるかい死神のメロディーが。痛いんだ。無に消すことを考えると。とううう色を失った日からモノクロに見えるんだ。聞こえる。デスサイズの足音が。最高の舞台に酔いしれようじゃないか。モノクロにはクリムゾンがよく似合うよ。さあ、死神のワルツの始まりだ 見えるすべてを飲み込む漆黒が鎮魂の鐘が聞こえる。死神のシンフォニーが聞こえるよ。また千年の時をかけるのか。<laughs> 神鍵よ。この青き者との千年にもわたるラグナロク。今こそ決着をつけてくれようか。君にも聞こえるのかいやはり君と僕は似た者同士。そう。 同じ死神に好かれてしまった千年戦士なのさそんなものかい君が近づこうとしている僕は全てファントム残像残像残像さ青き者君はこの程度なのかこの程度のことで僕はコキュートスの眠りから目覚めたのかいか フりだ。<laughs> 君の相手は僕じゃなくても十分さ卵男爵の作りしめか <laughs> いやエグリアメシーンフフフフフフシンクの刃で粉塵とフすがいい。<laughs> 僕は笑顔が嫌いでね。 闇に好かれし僕に笑顔はいらないんだ。そうそれは全てに決着をつけるまで。笑顔という名の光を、僕は、捨てるまだ諦めないのか。君はもしや、シャイニング側だったのか。しかし僕は負けない。ダークシャイニングがある限り。さあ、 敗北を受け入れるのだ、青き者よ。敗北は決して悪いことではない。むしろその状況を受け入れてこそ、別のかっこよさがあるのだよ。ルーザーチューチュー君。